感じです。俺の声がすげえ可愛くなってすげえテンポ早かったぞ。え？はい、というわけでね、今回タイトルに出ている通り、ど真ん中にいるこいつですね。はい、チップを変えることによりこいつのロックがバリカタになって、まず外れなくなって禁止ベイとなってしまったこのガルーダさん、今回ね、こちらをチップ変えてます。そしてアタックが効かないようにナッシングも搭載しています。そしてディスクは星4つのレアパーツ。どうでしょうか、これを倒せればもう無敵かなと。もうこいつ自体無敵なんで、そいつを倒すに必要なのがこちら。ドドン効果音入ったな。はい、というわけでジークエクスカリバー 4G、プラネット、こちらのカスタマイズ中心でね、いい感じに暴れてくれるかなということで今回こいつを作りました。あとね、メダルシップも搭載してるので重さが結構、ね、あるかなと。それでは早速やっていきましょう。バトルスタート。よし、行くぜ。はい、3、2、1、ゴーシュ。おーし、いたなんか、外れた気がする。いけ、あとちょっとだろ、やっぱり無理があるか。ガルーダさん、やっぱ勝ってえもんな。今のアタック食らってこいつ健在なんだもんな。おかしい。ゴロゴロ。はあ、勝てるかな。この企画本当にいけるのかな、心配だ。長くなりそう。ね、3、2、1、ゴーシュ。おう。え？まあこんなこともあるって。ちょっとガチシュートでいくよ。はい。はい、いきます。3、2、1、ゴーシュ。おし、よっしゃー。ガチシュートすぎてか。つなげないな。はい、というわけで、なんとかチップを変えた激肩バルキリーじゃねえよ、ガルーダ、そうを倒すことができました。いやー、よかった。いけんだね、こいつ。頑張りゃいける。頑張ればね。何回目だっけこれ。2回目。2回目でいった。3回目。ああ、シュートミサイルから3回目だ、うん、いやー、まあ意外と早く終わったね。俺これ結構何十分何時間かかるのかなと思ったけど、そう、自分ゲネリストのぐらいかかると思ってた。正直そうね。いや、よかった。てかいけるんだね、出っ張りが多いからじゃない。そうね、ここも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、 9個あるからね。だからこの溝の部分にうまく引っかかれば。溝ってあるでしょ、あのプラスチックの。ここ、うん、そこにガッと入り込めばこいつなら一撃でいける、うん、証明されたから今回で。はい、というわけでね、ジークエクスカリバーやっぱり最強、強いね、こいつね、強いね、うん、ちょっと他のやつも試してみようかな。いや、やめとこ、うん、やめとこ。今回はこれでエンドにしましょう、うん、絶対長くなる。はい、以上